細川、一緒や、打っても。2戦ぶり先発出場の石川が4打数無安打。なんだかんだと、打順を下げましたが、いいところ得点圏3度で回ってくる。4番に置いている細川がいいだけに、5番、6番はいいところで回ってくる。あそこで打てるようになれば、また点が取れる。ほんと細川がおらんかったら大変なことになってたな。細川が4番にした途端打てない病にかからなくてよかったわ。村松と細川の前にランナー貯めるだけやん。なんでできないんや？継続して打ってる細川ってすごいんだな。なんか知らんけどずっと活躍してる細川が異常なんかもしれん。細川個人軍になりつつある。石川4番固定で我慢するって言ってなかった？ブレブレやないか。岡林が出て細川が返す以外信頼できる得点パターンがないよな。石川も鵜飼もタイムリー打つ気配がないもん。細川、同じや。打っても、